ことだ。はい、稲葉です。皆さん、この格好見て何か思い出しませんか？くら寿司スタジアム堺、中村典弘さんからバッティング指導いただきましたね。実はあれから毎日毎日稲葉の頭の中でイメージトレーニングしてたんです。ついにここでね、試す時がやってきました。バッティングセンターに来ましたよ。中村典弘さん、バッティングセンターで打てるって認めていただいてる。今日の目標は、今日は稲葉ホームラン打つ、これをやりたいと思います。中村さん、教えていただいた全て出してね、結果出しますよ。ホームラン打ちます。めっちゃいてくださいね。意識してるポイントを教えてください。自分が駒になっているように打つ。打った後もね、投げてきた方の相手を見る。ゴールは上を見る。バット持つときはね、なんかもう力んで持つんじゃなくて、もう傘を差してるみたいな感じ。ここですね、ポイント。いきますか。びっくりするものがもう取れると思いますよ、今日は。ほい、あかん。さっきより良くなりましたね。行きましょう。しまった。やばいやばい。皆さんどうですか？あれ、終わっちゃいました。1球だけ当たったよね。ちょっともうめちゃくちゃショックやろ。よし、もう一回やってみて。来ました。ボールを見る、ボールを見る。教えてもらったところ、さっきの原因は何か見えました？まだボール見れてないのではないかなっていうところ。勘で振ってるから、だからでもまあこんな感じで来るから、この辺に来るやろうっていうところで振るそこやね。ということで、ちょっと今がね、チャレンジしたいと思います。僕がホームラン決めていきます。わかりました。見ててください。お願いします。鋭い素振りやね。稲葉の代わりですよ。いいわ、頼んだ。ちょっと高いかも。おお。今めっちゃ惜しくなかったですか？天候がありに合ってなかった。終わってもらった。ラスト、泣いても笑ってもラスト。奇跡を願うしかないって感じですね。やる。お願い、奇跡起きて、奇跡。いけ、いけ、当たれ。頑張れ。奇跡よこれ。全部当たる。ということで60球振ったんですけども、当たったんが1本、かすったんが1本、何もやってない人がいきなり奇跡をやっぱちょっと起こせない。中村さん、マンツーマンで教えていただいたのに結果を出すことができず申し訳ございませんでした。すみません。いや、ということで今回の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ここまでは178ほど稲葉がお送りしました。ではまた、ありがとうございました。